これが古い方、こっちが新しい方のガスケット。あれ形違うじゃん。あれ大丈夫なのか、なんかボルトの穴の位置が違うぞ。全然違う。チャース吉政です。先週の続きです。実はオイルパンのガスケット頻繁違うのを買ってしまいました。どうやら私が買ってしまったのは同じ Z4E85 用でも後期型のガスケット買ってしまったみたいです。まあ、ちなみに E85 の前期型、私が乗ってるやつ M54 エンジンっていうエンジンなんですが、後期型の方になると N54 エンジンということになるそうです。こういうとこの形状はやっぱり違ってきてたということになります。でそこで、はい、新しいの買いました。これで作業は進めていけると思います。で、今日やる作業なんですけども、これを洗うということを始めたいと思います。なのでこのレベルセンサー、これ1回外しておきましょうかね。オイルレベルセンサーは3つの10ミリボルトで止まっています。外したオイルレベルセンサーですね。下の方にかなりゴミが溜まっているのがですね、若干固着してたようなところはあります。改めて、オイルパン見てみましょう。ここの穴はオイルのリップスティック、ゲージが入っているところですね。それから今ほぼ画面の中央に映っているのがドレムプラグですね。でここ今外してあるのがレベルセンサーですね。裏側はどうなってるかというと、よいしょ、トランスミッションとつながる方ですね。1,2,3 箇所のネジがあります。私の親指の両サイドに2つネジ山が、ネジの穴があります。これこの間俺が見つけられなかったやつです。それからここに1箇所、ここに1箇所、ここの2つは超ロングボルトが入ってました。あ、ここから来てここを突き抜けていく感じなんだね。茶色い液体流れてくるんですけど、キリがないのでやめておこうと思います。でこのガスケットが当たる面とかをオイルストーンがあったはずなので、そういうところで磨いていきたいと思います。今オイルストーンでオイルパン磨いてみました。キッチンペーパーで拭ってみたんですが、グレーの汚れが落ちました。オイルパン、オイルストーンで磨き終わりということにしておきます。この辺にまだ少し古いガスケットの跡が残っています。トランスミッションを進めるので、もう一度オイルストーンで磨きます。キッズさんの方だと、この前の接合部、ここですね、ここのところにも液ガスを塗ってらっしゃいましたね。
ガスケットマークチップ断面のところはウイルス層で綺麗に磨けましたので、ガスケットをはめて、ネジをつけていきたいと思います。さあまた大変だ。オイルの吸い上げ口があるのでこれを傷つけないように気にしながら、うまくはめ込んで、前後ボルトを軽く1本2本ぐらい止めて、これから全体的に締めていくっていう格好にしようかと思います。締め付けトルクは10ニュートンでした。 9.5 ニュートンでもいいのかな。今回エンジンマウントも一緒に交換するので、エンジンマウントこれ外さなきゃいけません。これで外したネジマウントです。ゴムには、まあ微妙に、ゴムの部分が左右共用だったはずなんですが、これが新しいネジマウントです。同じ形ですね。これラジオで同じ形ですね。厚みがちょっと違う。ちょっと厚みが減ってるのかな。この厚さが運転席のやつ、今完全苦労して外しましたが、なんかこんな、板が挟まってました。オイルパンに一体ガスケットを塗っていきます。こっちが後ろミッション側でこっちが前ですね。塗ってあったのはこの辺に塗ってありましたね。綿棒を持ってきました。これについたのでそんなにたくさん塗る必要ないはず。まだ指で何程度しか開けてません。トルクレンチ細いやつ、ずいぶん前に買ってあったんですが初めて今日開けます。測定範囲が5から25ニュートンメーター、専用ハードケース付き、デジタル、トルクレンチじゃなくて、いわゆるこういうようなやつになってますね。これで、やっていきましょう。なんかこんな感じになってました。9のところからさらに 0.5、0.5 ちょっと進めたな感じなので、これで規定トルクになってると思います。0、0.5、1、1.5、 あ、いいんだね。ゼロのとこから来て 0.5 増やしてあるので 9.5 ですね。はい、このトルクで締めていこうと思います。ここかペコンってかけちゃった。痛い。 OK。 これで全部のボルトがつきました。そしたら次はここのレベルセンサー外したのをつけて、
サブフレームつきました、サブフレームと、それからエンジンマウントのボルトはもう固くギチギチに、締めました。で、結局どうやったかというと、この板の上に、サブフレームを乗っけて、ジャッキで少しずつ持ち上げて、非常に手間がかかりました。フィフティーズキッズさんのビデオだとサクッと5秒ぐらいで終わってるとこなんですけども、ここにまあ1日かかっちゃったような感じになってます。まあせっかくサブフレームつけてる、苦労してるところが取れなかったんですけども、ネジ穴オッケー。
はい、それでは、ホイストを外していこうと思います。さあ、エンジンは落ちずに、ちゃんとそこにいてくれるでしょうか。これ、お、外れた。大丈夫ですね。エンジンは落ちません。あ、よかった。ちゃんと取り付けできたということです。次は何をやるのかというと、この奥の方にクランクケースベンジュレーションシステムっていうのがあります。もうそれを交換しようと思います。なんでこんなものを交換しなきゃいけないのかというと、システムトゥーリギンですね。二次エアを吸ってるぞと、そういうようなエラーが出てしまっているので、それを丸ごと交換するっていうのをやりたいと思います。